詞作曲コーナーをね。OK, please. OK, please. OK, OK, OK. OK.はい、皆さん、はい、皆様、おはようございます。この撮影、4日ぶり4日ぶりかい。金曜日か金曜日やって、はい、土日でしょ、はい、休みが。元気でしたか。お元気ですか。で、月曜日なんだっけ。月曜日、昨日雨。ああ、そっか、そっか、4日ぶりだ。4日ぶりでございます。 OK, baby. OK, please. 申し訳ございませんでした。お時間でございます。ただいま近く7時5分でございます。お、早いですね、はい、やったぜ、ベイビー。俺の天気、今日晴れてます。晴れてますね。春らんまん。春らんまん。風邪ひかないように春らんまん。春らんまん。春とは言う名の春が来る。10分くらいで今日も終わっちゃいますけどね。春らんまん。よろしくお願いします。前の人がすごい歌ってましたけど、ちょっとあれですけど、まあいいですか。ちょっと無視してます。すいません。いいね、いいね。じゃあ、早速、じゃあ、ね、今日ちょっとね。じゃあね、行きます。夜更けに一人で思い出す今も何の不安もなかったあの頃、大事なことさえ思い出す今も。ね、気持ちいいね、はい、天気のいい時、はい、気持ちいいね、はい、はい、ね、はい、岸館ロック、お、ゴーゴー、新作、ゴーゴー、ゴーゴー、岸館ロック、ゴーゴー、ゴーゴー、ゴーゴー、その後ほら、タラタタタタタタララタラタタタタタタラタララ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 ラ。これいい歌ね。これいい歌来たね。ね。メキシカンロック。橋幸夫。じゃあ橋幸夫シューズなんか言ってくれましたね。いたこのいたろうちょっと見なれば。ね、そう、が、そう、今の訂正です、まあ、ね、ね、それでですね、じゃあ、はい、今日の新作、はい、じゃあ今日からですね、落語をね、うん、ちょっとチャレンジ、ちょっとチャレンジ、落語いきます、はい、で、ですね、落語の名前を言います、はい、行徳亭、行徳亭スーピンスケ。どう？行徳亭スーピンスケ。あ、ごめん、間違えた。あ、待って。今のカット。ね、カットね。今はね、嘘です。でもこれ、どうしようかな。まあいいやね。じゃあね、うん。わかった。ね、ちょっと待って。麻布亭。なんだ、スーピンの助、ね、アザブテスーピンの助、ね、ね、じゃあ、それではお願いします。どうも皆さん、こんにちは、こんにちは、おはようございます。アザブテスーピン、ご紹介に賜りました。私、アザブテスーピンの助でございます。やるね、今からちょっとやるね、やるね、慣れないですが、落語にチャレンジしてみます。やりますね。おっ、では行きます。おい、じゃあどうぞ、どうぞ、どうぞ。よう、そこの兄ちゃん、はい、よう、そこの兄ちゃん、どうしたの、あのね、なんかで、ね、誰かがさ、よく言ってた、私さ、言ったんだけどさ、あれだったよ、それ。しかし、そう、そうかい、いや、おめえもか、おめえも、やるね、そうなのか。へぇ、やるね。こっちは、こっちとらあれですし、こっちとらあれだよ、こっちとらね。お酒はね、今から飲もうこうなって、将来一緒に付き合うかい、うん、そうだな、うん、でも、もう時間がね、うん、今ね、時間がね、ちょっとないんですよ、うん、だからね、うん、ちょっとないですけど、うん、じゃあ、一杯だけでもいいかな。お、ゲー、ゲーだね。
あーこの一杯最高だな。うん、うん、そうだな、もう少し、もう少し、うん、まあちょっと、もう少し、これだな、うんうん、もう少し訓練するところがあるかな、うん、ちょっと難しいな、もう少し、もう少しこの学校には、もう少し研究、うん、勉強しなきゃいけないところが多々あるな、うん、やっぱり、今日はこの辺でご勘弁を。よかった、よかった、いいね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 、皆さんごめんなさい、ありがとうございました。それでは引き続きまして、上方落語、上方落語、はい、あ、じゃなくてあれがいい、あれがいいか、新作落語、新作落語ね、はい、立川談志師匠、はい、ね、いつもお世話になってますからね、談、はい、志師匠には、はい、ですね、じゃあ談志師匠に、教えを請うた、はい、ね、あの私新作落語をここで一発いきたいと思いますね。あ、名前言ってなかったね、はい、ちょっと待ってね、ちょっと待って、分かったこれ言うたバレちゃうね。じゃあね、江戸屋、江戸屋、江戸屋、どうじゃん、スケドク、どうや、江戸屋スケドク、江戸屋スケドク、じゃあ江戸屋スケドクの新作落語いきます。お前ね、最近見ない顔の人が隣に住んできたね。あれな、あれはなんていう名前だい？うん、私隣に住んでいた、半左衛門というもんでございます。お前はなんだい、半左衛門という人かい？いつも夜になるとね、なかなか片言片言と、何か、騒がしい音がするんだけども、何か夜になるとやってるのかね。いや私はね、夜になるとですね、自分の仕事のですね、勉強をねしてます。でそれは何の勉強だね。あ、それなんかわかんなくなってきますけどね。それはですね、また、あっちで、大丈夫、鼻かんだ、いや、鼻かんじゃないです、大丈夫、大丈夫、聞いてる、聞いてます、新作ライブを、大丈夫ね、ですね、夜になるとね、大工の仕事でね、カンナを削ってるんですが、なあ、大将、ね、おー、夜になるとカンナを削ってるのかい。でそのカンナっていうのは、どこで買ったんだい。それは神田よ。おお、どうどうどう、どう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 、うまいでしょ、今考えたら、そう今考えないとシナリオ風にこうね、詰まっちゃうからね、ね、全然今ね、ね、もう適当にね、適当に言ってればね、このオチが浮かんできたらそこで落とすね。これが談志師匠から学んだね、新作落語の一つでございますね、はい、じゃあそういうことで、はい、ね、またじゃあ今週も始まったばかり、そうです ね、はい、ということで、また明日ね、はい、じゃあ、はい、よろしく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 、お、新作落語、新作落語、いいんじゃない、いいですね、ね、新作落語、ね、はい、麻布亭、麻布亭、スーピン、スーピンの助、ね、じゃあ麻布亭、スーピンの助、また明日も、はい、よろしくお願いします、はい、わかりました、よろしく、えちゃんでした、ありがとう、センキュー、ありがとう。